くれます。というのも、自然とは単に木、川、海、花だけではなく、すべての生き物たちが互いに支え合う素晴らしい世界だからです。昨今の状況では地球上のあちこちを自由に訪れることはできませんが、私たちにはインターネットがあります。世界中の160万人以上の人々が YouTube にアップされたゾウの子供の動画に心を奪われました。タイにある動物園でゾウの子供を洗おうとしています。しかし、小さな子ゾウはお風呂を遊びにしてしまいました。子ゾウは赤いお風呂に入るとき、バランスを失って頭から入ってしまいます。しかし、失敗をまるで気にもせず、水を跳ね飛ばしながらひっくり返って横になります。何度もお風呂から出ては転がり飛び込むを繰り返します。このおかしな子ゾウはホースから水を浴びたり、お風呂で遊ぶのが大好きなのです。お風呂と遊びが好きだということだけは 100% 間違いないでしょう。次はカメルーンシープの動画です。このカメルーンシープの名前はセシル。イングランド南西にあるロングリートという自然動物公園に住んでいます。そこに BBC の番組アニマルパークショーの取材班がやってきました。はじめは予定通り穏やかに進みました。セシルは茂みから出てきて、公園のスタッフや番組のレポーターから人参をもらって食べています。しかし、セシルは突如本性を現します。人間たちの会話が盛り上がっているところで、セシルはスタッフの膝を頭突きしました。レポーターもスタッフも何もなかったかのように会話を続け、セシルに人参を与えます。公園の管理者によると、セシルには3頭の兄弟がいますが、群れの中で最も気が強いそうです。誇り高いセシルは何かに不満だったのでしょう。レポーターたちがセシルを話すと、すぐに一人のカメラマンの方に向かい、彼の股間間際でピタリと止まりました。とっさにカメラマンは大事な場所を手で覆いますが、それには及ばないと考え直しました。致命的な判断ミスです。1秒後に彼は自分の不用心を後悔することになりました。カンガルーはオーストラリアのシンボルの一つですが、例えばコアラなどとは違い、危険な動物です。特にロジャーと呼ばれるこのカンガルーは、2015年、このカンガルーは潰した金属製のバケツを前足で抱えた写真で有名になりました。その後、ロジャーは世界一マッチョなカンガルーと呼ばれるようになりました。ロジャーの身長は2メートル、体重は90キログラム以上です。ロジャーの他の写真もインターネットで人気を集めました。ロジャーの住む保護施設のインスタグラムやフェイスブックページは100万人以上がフォローしています。残念なことに、ロジャーは2018年に亡くなりました。ロジャーが保護されていた施設の代表者クリス・バーン氏は、ロジャーの最後の写真を投稿し、カンガルーにとって12年は十分に長い一生だったとコメントしました。ロジャーは長年全ての動物のオスの手本であり、世界中の人々から愛されるカンガルーでした。パンダは注目を受けて優しくされるのが好きな、とても愛らしい動物です。ですから、動物園のスタッフたちはしばしばパンダたちから愛情の催促をされます。パンダたちは抱きしめたり遊んだりするのが大好きなので、スタッフが掃除や世話に入ってくると懸命に注意を引きつけようとします。このパンダはスタッフの足をつかみ離そうとしません。しかし、彼は慣れた手つきでパンダを引き離し、作業を続けるためにパンダを遠くに運びます。もちろんパンダも決して諦めず、頑張ってつきまといます。シャムという名前のシャチは1960年代前後のアメリカシーワールドでのショーの花形スターでした。1971年にこの伝説的なシャチが死んでしまうと、ショーに出演する他のシャチにもシャムという名前が与えられるようになりました。シャムたちのパフォーマンスはこの上もなく美しいものでした。特に大人になると体重が6トンにもなるシャチが
水上に飛び出してジャンプするのは壮観です。ショーに出演しているシャチたちを見るととても簡単に見えますが、実際には長い訓練の後に初めて可能になることなのです。しかし2016年、シーワールドは飼育下でのシャチの繁殖を停止することを正式発表しました。さらにシーワールドは2019年までに全園でショーのプログラムをやめ、シャチの野生環境下での生活を紹介するプログラムに置き換えることを発表しました。シーワールドはその後シャチの捕獲をしておらず、再開の予定もありません。これは捕獲がワシントン周辺海域のシャチの個体数が減少した大きな要因となっていたためです。子供たちは遊ぶのが大好きです。これは全ての動物に共通します。ワニ、犬、人間、サイ、みんな同じです。この可愛いサイの赤ちゃんを見てください。動物園の飼育スタッフと一緒に楽しそうに遊んでいます。どんな遊びかお分かりですか？サイの赤ちゃんは飼育スタッフを驚かそうとして隠れたり出てきたりをしています。もちろん大して怖いことはありません。でももしこれが大きな大人のサイだったらどうでしょう。遊び好きなのは子供だけでよかったですね。私たちは今までにいろんな動物の実に多くの動画を見てきましたが、それでも動物たちの行動にはいつも驚いてしまいます。例えばこの2匹の若いペンギンはデッキブラシに夢中です。柄の長いごくごく普通のブラシです。動物園のスタッフが床を掃除しようとしています。ペンギンたちにとって何がそれほど面白いのかは分かりません。しかしこの若いペンギンたちはブラシから目を離すことができない様子です。カカポはニュージーランドにだけ生息する面白い鳥です。カカポは飛ぶことができない平均体重が2から4キログラムもある最大の夜行性オウムです。この鳥は太っちょでかなり不器用ですが、ニュージーランドの茂みや木々の隙間を通り抜け岩場を登ることができます。ジャンプもしますが、主に移動の際は歩きます。カカポは人間を全く怖がりません。好奇心旺盛で子犬のようだという人もいます。夜行性であることからフクロウオウムとも呼ばれますが、カカポは完全に草食で木の実、種や葉っぱを食べます。残念なことにカカポは絶滅の危機に瀕しています。2020年1月の時点で地球上に存在しているカカポの数はわずか211羽しかいません。人間の飼育下で暮らしているのは1羽だけです。野生に戻らなかったシロッコです。シロッコはドキュメンタリー映画への出演をきっかけに世界中で知られるようになりました。撮影中にシロッコは突然そばにいた動物学者の頭に登りました。彼の頭を木か岩だと思ったのでしょう。ミミと呼ばれるアメリカグマはお風呂が大好きですが、単に水浴びをする池があればいいというわけではありません。ミミは人々に勢いよくシャワーで水をかけてもらうのが好きなのです。水が背中をくすぐるとき、もちろんミミがこれをどのように感じているかは正確には分かりませんが、間違いなくとても気持ちが良いようです。クマが蜂蜜を好きなのは多くの人が知っています。しかしこの巨体で恐ろしい捕食動物が蜂蜜を食べる時の喜びの大きさを理解できる人はごく少数です。このビデオはアメリカ・ニューヨークのオーファンドワイルドライフセンターで撮影されました。ここには巨大なクマ、ジンボをはじめ数匹のクマが保護されています。ここのクマたちはみんな蜂蜜が大好きで、蜂蜜の入ったボールを奪うためにはスプーンや施設のオーナーごとでも構わないといった様子です。クラーク氏は野生動物、特に大型ネコ科動物については全て知っていました。彼はこうした動物たちとバトルを繰り広げ、例えばトラとのバトルについては BBC チャンネルで自分の番組まで持っていました。しかも注目すべき点は、クラーク氏がこうした動物たちを愛するのと同様、動物たちも彼を愛しているということです。この美しい運表をご覧ください。
野生のウンピョウは主に東南アジアに住んでいます。2008年以降絶滅亜種とされていて、生存しているウンピョウの総数は1万頭未満と推定されています。ウンピョウがボールで遊ぶことはまずありませんが、クラーク氏を舐める程度のことはあります。もちろんお腹を空かせてではありません。ウンピョウはクラーク氏が出す特別な音に反応し、お返しに友情の表現をします。しかし、どんなに可愛い動物であっても、私たちは遠くからの観察に留めておく方が良いのかもしれません。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お会いしましょう。